そよ風のように生きて行きたいの。はい、ドラマツヒロです。今回は人気企画、天才音楽家大野雄一さんが手掛ける雑居時代の音楽の素晴らしさについて語ります。まあ前もって言うならば、それぞれ7作品素晴らしい音楽を書かれてるんですけども、まあ私から言わせれば、この時は本当にもうノリに乗ってたというかですね、なんていうのかな、もうこのシーンではこの音楽しか思いつかないじゃないですけども、それぐらいやっぱり素晴らしい。特にこの雑居時代は印象的な音楽がたくさんあると。前パパとお前の間で3つの種類なる音楽があると言いましたけども、今回雑居時代も3つ種類なる音楽を中心に私なりに解説していきたいと思います。このですね、雑居時代ではですね、もう第1話でこの3つの種類になる曲がもう全部流れます。それがまた各回数を重ねることによってアレンジもされていきます。それを見ていきましょう。そのまず1つ目、ほら見てくださいよ、霧の奥穂高で1週間頑張って撮った写真ですよ。石田哲夫演じる大場純一はカメラマンなんですけども、父親に感動されて家を出てしまうわけですね。あれ、どうしてこんなに貯めるの。押し入れの中の匂いなくすだけでも一騒動だったわよ。で、母親はいつもその十一のことを気にかけていると。すみません、ちょっとご挨拶に行きたいところがあったものですから。で、その父親が外交官であって、今度ケニンゴの大使として海外赴任するということで、この家を離れなくちゃならない。その時に主になる一つの曲が流れるわけですね。ここでね、母親が家を出た十一の部屋に行くわけですね。ここで流れる音楽です。息子のことはやっぱり気にかかっていたわけですね。で、すごいいいシーンなんですよ。だけどね、この後ね、なんとこの主になる一つの曲がアレンジバージョンがまた流れるんですね。伝統を祝って万歳をお願いします。11もですね、来るんですね。ここです、さっきのアレンジバージョン。連日36度を超す暑さだそうだよ。いや、ライオン野郎に追っかけられないようにしてくださいね。奥さん、あちら。初回からこうね、畳みかけてるんですよね。そしてこの後初めて大原麗子と出会うというね、まあ、本当にうまいね。もう1話からもうなんかこの脚本と音楽と、そしてこの出演者がもううまく、もう非常にうまい展開してると、見事でしかないね、本当にね。まだ始まって20分過ぎですよ。まあこれがまあ種類なる音楽の一つ、哀愁のテーマですかね。哀愁のテーマですかね。分かりやすく言うと、本当の気持ちが言えないと、本当はこう思ってんだけどやっぱりすれ違ってしまうみたいな、切ないなみたいなんですね。本当は本心はこうなんだけど、やっぱ人間ってやっぱ生きていくうちにいろんなこう鎧をかぶ。この子どうですか、ちょっとキュートな感じでしょ。先月までね、新宿で風天やってたんですかね。弱小芸能プロダクションのですね、社長役の山本俊彦さんが出てくるわけですけども、自分の売れないモデルをですね、売り込みしてるわけですけども、でここでね、平和な家族を見て昔のことを思い出すんでしょうね。どうしました、先輩。それでここでカードを引かせるわけですね。ここ重要なシーン。早くほら、なくなっちゃう、はい、スペードのキングを、スペードのキングで決意するわけですよ。
よし、俺帰るぞ。行ってみよう。何ですか、昼飯を一緒に付き合うって約束したじゃないですか。飯ぐらい自分の力で食えよ。その後、こう、はい。山の天気は変わりやすいって言うからな。これもね、これ以降ね、この音楽はね、いろんなアレンジでね、いい場面に流れるんですよ。まさにその大野雄二のアレンジ力というか、大野雄二が大野雄二足りえるみたいなことを表した曲だってもいいと思いますね。で、これをあえて言うならば、話が急展開していくと、その時に大体この音楽が流れますね。だから非常に重要な音楽なんですね。まあインパクトのある素晴らしい、ザケ時代ファンはね、この音楽が一番好きじゃないかって人多分いっぱいいると思いますね。僕もしかするとこの曲が一番好きかな。はい、ということで、まだまだ話足りませんが、お時間が来てしまいました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回もどんどんお話ししたいと思いますので、よろしければまた水曜8時にお会いしましょう。